アスチャンネルをご覧の皆さん、明日に輝く星をつかめ。どうもこんばんは、星野アスカです。皆さん、毎日寒いけれど元気ですか？私は元気です。今日はですね、寒い冬になってきたので髪の毛のね、乾燥とかも気になると思います。なので以前ご紹介して購入いたしましたエチュードハウスさんのヘアパックをちょっと使用してみたいと思います。では早速行ってみましょう。レッツスタート。では今回の商品はこちらです。じゃじゃーん。以前もねちょっとご紹介しましたが、何よりもこうパッケージが可愛くて、私はこの可愛らしさで購入をしましたけれども、なんと最初は顔のパックだと思っていましたが、ヘアパック、はい、エチュードハウスシルクスカーフダブルヘアマスクということでね、こちらを今日は使ってみたいと思います。中にまず入っているのが、一つ目がシルクスカーフヘアエッセンス、髪の毛のねヘアトリートメントがこちら側に入っています。そしてもう一つがシルクスカーフヘアキャップ、それが、シャワーキャップ状になっているものが入っています。まずは、シャンプー後に軽く水を拭き取り、ヘアエッセンスを傷んだ毛先を中心に揉み込むようになじませます。そしてその後に、このシャワーキャップをつけて、10分から、15分ですかね、ちょっと使用して、そして最後はヘアキャップを外してぬるま湯でよく洗い流します。じゃあ早速ちょっとやってみます。ではちょっと今髪の毛がシャンプーをしてちょっと半乾きです。では早速まずこちらのに入っているシルクスカーフエッセンスから使用していきたいと思います。こちらをまずちょっと出します。ちょっと手に取って髪に揉みほぐすようにちょっと塗っていくそうです。これはねお風呂の方で本当はやってみてください。はい、髪を揉みほぐしてなじませます。毛先にちょっとたっぷりやります。で全体につけます。で、ちょっとなじませましたらシルクスカーフ、はい、ヘアキャップが入っています。こういったものキャップがね、はい、エチュードハウスのロゴが入っていて可愛いです。こちらを、かぶります。はい、でエッセンスをつけた髪をこんな感じでシャワーキャップでまとめます。はい、でこの状態から、大体、10分から15分待ちます。まあ、本当はねお風呂でやるものなので、ぜひお風呂でやってください。あ、でもなんかこうこのシャワーキャップ自体にもちょっとエッセンスがちょっと含まれていて、すごくシャワーキャップもすごいいい香りがしました。なんかあとねデザインがこうエチュードハウスのロゴがピンク色で入っていてとっても可愛いので、これ使用し終わった後になんかこう洗って乾かしたら普通に可愛いシャワーキャップとしてなんか再利用できそうな感じです。うん、すごく可愛いです。うん、とっても可愛い。では10分から15分近く経ちましたので、ちょっと今から洗い流していきたいと思います。すごい髪がねどんな感じになるか楽しみです。はい、じゃあちょっと行ってきます。では髪を今洗って先ほどのトリートメントを流してきました。じゃあ最後に仕上げで、ドライヤーで乾かしていきたいと思います。あ、すごい串通りがすごい良くなりました。前髪もツルツル、やっぱりこう香りもとってもいいですけど髪にもちゃんと効果が現れています。あ、すごいすべすべです。髪の毛がすごいツルツルになりました。今回のエチュードハウスの、ヘアパックを試して
ちょっと予想以上にね、サラサラにツルツルになりました。今日はこれでゆっくりと眠って、また明日の朝ちょっとどうサラサラに変化してるのか、とっても楽しみです。結果は満足です。はい。いかがだったでしょうか？では、最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そして、素敵な、ツルツルなヘアパック、エチュードハウスで、皆さんに奇跡をお配りすることです。いいなと思っていただいたら、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、今日はゆっくりお休みしたいと思います。では、またねー。おやすみなさーい。バイバーイ。